F12 ベルリネッタは、イタリアの自動車メーカー、フェラーリが製造した FR の二人乗り GT カーで、ある。なお、ベルリネッタは、サブネームではなく、F12 ベルリネッタで一つの社名である。599GTB フィオラノの後継者として2012年2月29日に、発表され、3月6日、サロンアンテルナショナルドロトにて、お披露目された。社名は、 人数を表すと思われる F12 ベルリネッタとなった。日本国内では2012年7月5日に正式に導入され、同年12月より納入開始された。F12 ベルリネッタは全長 4618mm、全幅 1942mm、全高 1273mm となり599より全長 47mm。 全幅 20mm、全高 63mm それぞれ小さくなった。エンジンの搭載位置と着座位置は下げられたため車庫は低くなり、スポーティーなスタイリングを醸し出している。フロントタイヤとドアの間には、エアロブリッジと呼ばれるダクトが設けられ、えぐられたドアを通り空気を清流する仕組みとなっている。テールランプは二等式となりこれで、 すべての現行フェラーリが二等式となった。リアフォグランプは、リアビューカメラが内蔵された LED タイプを採用し、F1 のテールランプ風の中央一等式となっている。トランクは、独立したリッドではなく、リアガラスハッチごと跳ね上げる方式である。 フロントミッドシップに搭載されたエンジンは65度 V12、ボアストロークファイ 9475.2mm で 6262cc。圧縮比13.5で最大出力 545kW 8500rpm、最大トルク 690nm 6000rpm を発生し、これまでのフェラーリのロードカーの中では最もパワフルである。 トランスアクセルとし、DCT を搭載し令時速 100km までの、加速は3.1秒、時速 200km までは8.5秒、最高速度は時速 340km。ヘレシステムの採用によって、CO2 排出量を 350gkm に抑えている。ブレーキはカーボンセラミック製。F12 トン DF2015 年12月に、 フィレンツェ市内で開催されたフィナーリ・モンディアーリーのガラパーティー会場において F12 ベルリネッタの高性能オーバンかつ799台のみが生産される限定車の F12 トン DF が発表された。なお、フィナーリ・モンディアーリーの最終日には会場のムジェロサーキットでセバスチャン・ベッペルがドライブした。TDF は 1899年から1986年まで行われた自動車レースツールドフランスの略であり TDF の名が付けられたモデルは 250GTTDF 以来59年ぶりであるバーチャルショートホイールベースと呼ばれる後輪ソーダシステムを採用しているほかエンジンがパワーアップされ時速 100km までの加速が2.9秒に短縮されている 2018年12月に F12 トン DF をベースにしたワンオフモデルの SP3JC が発表されている。SP3JC は F12 トン DF のシャシーとメカニックを使用し、フェラーリスタイルセンターが設計したモデルで、通常のクーペスタイルの F12 トン DF とは異なるオープンカーとなっている。ありがとうございます。